11番のキリンジが最後の枠入り、引かれて収まりました。第25回ジャパンダートダービースタートしました。4番のオーロイプラータ、少しスタートつまずきました。まずは先行争い、水戸の王が行く。7番水戸の王が先頭、外に切り替える3番帝王リカード、その外に5番のユキタム、そして6番のミックファイヤー、人気どころ前につけていきます。後ろに9番お祭り男、大歓声に送られて1コーナーへ。8番のご来光がそのうち、あとは開いて11番のキリンジ、後方の一角10番ドラケン、2番のライズゾーン、あとは1番のブルマリンシェール、4番のオーロイプラータ、縦長で2コーナーカーブに差し掛かります。7番水戸の王先頭、リードは1馬身から1馬身半、2番手に3番帝王リカード、帝王リカードは2番手、内から追い上げていったのは9番のお祭り男、外には5番のユティタム、その後ろの圏内、内側に8番のご来光、そして外に6番のミックファイヤー、あとは中段以下、11番のキリンジ、外には2番のライズゾーン、それから10番ドラケン、後方に1番のブルマリンシェール、依然離れて4番オーロイプラータ最後方。3コーナーカーブに差し掛かります。先頭は7番の水戸の王、リードを広げていく。1馬身半、2馬身、3馬身、3、4コーナー中間、2番手は3番帝王リカード、追い上げていったのは外から5番のイスタム、さらに外からはミックファイヤー、ミックファイヤーイスタム前を追っていく。しかし先頭は水戸の王、リードを広げて4コーナーから直線、水戸の王が先頭、5馬身、6馬身のリード、2番手追ってユキタム、ミックファイヤー、ユキタム並んで前との差を詰めてくる。あとは外に出してキリンジが伸びてくる。200を通過、前は2番、水戸の王、外からミックファイヤー、一歩ずつ迫ってきた。3番手は11番のキリンジ、ミックファイヤー外から捉えた。6番ミックファイヤー3冠達成、お見事。6番ミックファイヤー無敗の三冠馬誕生。そして2番手争いは7番水戸の王と11番のキリンジ、キリンジ迫った、うちは7番水戸の王2頭が2番手争い。